皆さんこんにちは。ウェスコースブルーイングのデリックです。今日もビールを紹介します。今日はシンギュラリティエルドラド版、シングルホップのシリーズ、これ4作目。以前シトラ、ネルソン、ストラタ、やらせてもらったんですけども、今回は珍しく、なかなかシングルでは見ないエルドラドにさせていただきました。どんな香り、味でしょうか。飲みながら解説させてください。よろしくお願いします。シングルラリティシリーズはヘイジー IPA なので 7% と、すごいどっしりというよりかは、まあ、若干、まあ、いやクリア透明なところはないですね。ただまあ、すごい、重たそうな雰囲気はないですね。香りきます。柑橘がすごいですね。これは八朔とかパインめっちゃありますね。味いきます。グレープフルーツですね。グレープフルーツ感がすごい。あと苦味もしっかりあって、決して嫌な苦味じゃなくて、グレープフルーツとか柑橘類のその皮の内側の白い部分のような苦味ですね。しっかりしてても美味しいですね。ちょっと香りにあるキャンディー感、レモンキャンディーのようなパインが、思ったほどこう味に出てこなくて、本当柑橘全開の、まあ、本当グレープフルーツを本当丸かじりしているような感じですね。あと、とにかくもうドライすぎてやばいです。もうキレがすごくて、まあ、それもあって、なんかもうすぐに手が出そうな感じなんですけど、まあ、次回もうちょっとファイナルグラビティをあげようかな。まあ、そんなとこで、エルドラドのいいとこめっちゃ出てますので、ぜひ、エルドラドシングルホップってなかなかないので、もし入手できたらぜひ、飲んでいただきたいと思います。シングルラリティ、エルドラド版。よろしくお願いします。